ジャスティン・ティンバー・レイク、ジャスティン・ランダル・ティンバー・レイク、ジャスティン・ランドル・ティンバー・レイク、1981年1月31日体は、アメリカ合衆国の男性シンガーソングライター、俳優である。マイケル・ジャクソンとの30年の時を超えたデュエット曲、l ブ・ネバ Never Felt So Good を発表し話題となった。 身長 185cm、6つのグラミー賞と共に2つのエミー賞を獲得している。アメリカのテレビ番組、スターサーチの挑戦者として登場して以来早くから、名声を手にし、ディズニーチャンネルのテレビシリーズ、ミッキーマウスクラブ出演して、将来のバンド仲間ジェシャゼーに出会う。1990年代後半、男性ポップグループインシンクのリードシンガーとて、 有名になったインシンクの設立はルーパールマンの有志によるもの。2002年ソロデビューアルバムジャスティファイドを発表すると世界中で700万枚以上を売り上げ l i フ e I Love You、ユ o c k Your Body などのヒットも生んだ。2枚目のアルバム Future Sex, Love Sounds2006 年はビルボード200で初登場1位となりセクシーバック、マイラブ、ワットゴーズアラウンド。 カムズアラウンドなども US チャートで1位となった。アルバムの累計販売は900万枚以上である。音楽活動以外ではファッションブランドやレストランを立ち上げており、近年は俳優としてのキャリアも開始した。テネシー州メンフィスにてイギリス人とネイティブアメリカンの血を引く両親の間に生まれる。彼の父方の祖父、チャールズ・エル・ティンバー・レイクは バプテストの牧師であった。ジャスティンもバプテストとして育ったにもかかわらず、現在は自身を宗教的というよりはスピリチュアルにと考えている。1985年に両親は離婚。その後両者とも再婚しており、ジャスティンには3人のイボテーマイがいる。ティンバーレークはメンフィス近郊のシェルビーフォレストのコミュニティで育った。歌手としての最初の試みは、 オーディション番組、スター・サーチでのカントリーミュージックの歌唱であった。この時は、ジャスティン・ランダールとして出演している。1993年から1994年までは、ブリトニー・スピアーズや、クリスティーナ・アギレラと同じく、子供番組、ミッキー・マウス・クラブに出演。1995年にポップグループ・インシンクに入り、最年少メンバーとして活躍。 インシンクは2001年までに4枚のアルバムを発表し、特に3作目、ノーストリングスでは、アメリカの初動売上枚数歴1位、約241万枚を記録するなど、トップアイドルとして大成功を収める。2002年にソロデビュー、ビンワンプロデューサーチーム、ザ・ネプチューンズや、R&B、ヒップホップ界の名プロデューサー、ティンバランドと組んで制作された。 アルバム、ジャスティファイドは、クライミー、エイリバー、ロック・ユア・ボディなど4曲のシングルヒットを出し、アルバムの販売もアメリカ国内だけで300万枚を記録する大ヒット、白人ポップシンガーによるアーバン・ソングと2000年代のヒットの構図に宣伝をつけた。この成功で2003年のグラミー賞も受賞し、ステージではキーボードを弾きながらファンキーにアレンジしたシングルを披露した。 2004年には、スーパーボールのハーフタイムショーで、ジャネット・ジャクソンと共演中、ジャネットの胸を露出させる演出が問題視され、大スキャンダルとなる。2006年秋、セカンドアルバム、フューチャーセックス、ラベサウンズを発表。ここからのシングル、セクシーバック、マイラブ、ホワット・ゴーズ・アラウンド、カムズ・アラウンドの3曲が連続で、全米ナンバー1を記録する快挙を達成。 三曲連続は2003年のアッシャー以来4年ぶり。その後もヒットは続き、このアルバムからだけで合計6曲の全米トップ40ヒット排出した。これはマイケル・ジャクソンのデンジャラス、1991年発売6曲がトップ40入り以来15年ぶりの記録である。このアルバムからのシングルカットが途絶えた2008年、ゴロからマドンナ、シアラ、デュランデュラン、 ロンリー・アイランドらの楽曲へのフィーチャリングゲストとして散発的にシーンに通し自身が見出したエスミー・デンタースをデビューさせるなどの形でも音楽活動を続けるが自身がメインとなる活動はなくなりしばらく俳優業に専念するようになる2013年3月にサードアルバム2020エクスペリエンスを発表長年音楽活動から遠ざかっており 俳優への転向も噂される中で、突如として発表された7年ぶりの新作ということもあって大きな話題なり、アメリカではこの年の発売初集催大記録である96万8000枚を売り上げてビルボードを200チャート初登場1位を記録した。同年9月には早くもその続編となるホースアルバム20、20エクスペリンスに2、2を発表し、こちらも ベイビルボード200チャートで初登場1位を記録した初週売上枚数は35万枚。2005年にエジソンで映画初出演を果たす映画自体は公開されず DVD 発売だった。その後もいくつかの映画に出演。2007年公開のアニメーション映画シュレックさんでは声優を務めてる。また2010年公開の映画ソーシャルネットワークにも主人公に 大きな影響を与える重要な役どころで出演している。2011年公開のタイム、タイムでは主演に抜擢され時間が通過となる近未来サスペンス調の脚本には本人も好意を寄せ撮影にも意欲的に取り組んでいったという。2006年に洋服ブランドウィリアム・ロストを立ち上げる。翌年には BBQ レストランサザン・ホスピタリティを ニューヨーク市内でオープンさせる。1999年早く、ティンバーレイクは、ニューミッキーマウスクラブで共演した、同じポップス歌手のブリトニー・スピアーズとの関係に、注目を浴びる、有名人になった。これは2002年3月に、スピアーズとティンバーレイクの共通の友達である、振付師のウェイド・ロブソンとのスピアーズの不倫における、タブロイド版のマスコミの推測の中で突然終わりを迎えた。 リン・ハルレスは母親として彼女は破局に関して荒れていたと言ったが、スピアーズについてこの日は温かい口調で語った。ブリトニーは私の今の床で成長した。私はまだ彼女を死ぬほど愛している。彼ら、ジャスティンとブリトニーは10年間か11年間一緒にいて、1日目から二人の間ですぐにケミストリーが起きていた。彼女は愛しい少女です。 私はただ彼女が今直面していることが嫌いです。発曲はジャスティファイドで最も人気があるシングル曲の一つであるクライミー・アリバーの歌詞と手間に影響を及ぼした。1997年から1999年まではベロニカ・フィンと2000年から2002年まではブリトニー・スピアーズと2003年から2007年まではキャメロン・ディアスと交際。 また、ジャネット・ジャクソンや、ファー・ギー、スカーレット・ヨハンソンとの交際も噂された。その後、ジェシカ・ビールと交際し、別れている。2011年には、ミラ・クニスとの交際も騒がれていた。しかし本人は、ミラとは、映画、ステイ・フレンズで共演したが、デートはしていないと語っており、兄弟みたいなものだと噂を否定した。また、その後、ジェシカ・ビールと復縁。 2012年1月、彼女と婚約。同年10月、イタリアで彼女と結婚した。2010年1月、ザ・デイリー・ビーストのホームページが2009年度に最も寄付金を集めたアーティストのランキングを発表し、2009年度に集めた寄付金額が9198,072ドル。日本円で約8億5、0円で1位にランクインした。この寄付金は、 ジャスティンのお気に入りのチャリティーである、シュライナーズ子供病院に寄付された。2015年4月11日、ジェシカ・ビールとの間に第一子となる男児が誕生。ベイピープル氏によると、男児は、サイラス・ランダル・ティンバー・レイクと名付けられた。サイラスは、2012年に亡くなった、ジャスティンの母方の祖父・ビル・ボーマーさんのミドルネーム。ランダルは、ジャスティンの父の名前で、 ジャスティン本人のミドルネームでもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。